今ね、コナミのね、社員にね、アドバイスをしてます。まあ、もちろん、エアプでね、なんだけど、そうなんだけど、でって話なんだけど、関連して、エルドラクラウンクソゲーシリーズ作ってほしいかどうかっていう、クソゲーまとめみたいな、ここがクソみたいな、作ってほしいのかどうかっていうのをね、聞きたいですね。ってかね、作ろうとしてたんですよね。だけど、あまりにね、大変だった。じゃないけど、保留してあるレベル5まで上がってる。もう奇跡です。そんなことはね、普通なんですね、普通。レベル5まで。普通ってレベル4ですからね。プラスになってるってことですね。そういう記憶の城を渡れるっていうのは、まあね、これ次ガーネットだったら、ガーネット見たい？見たいんですかって話なんだよ。ガーネット。見たい、見たいだね。見たい。それ、書いといてほしいですね、見たい。見たいのね、あったら、やってほしいって書いといてください。どうせね、視聴者あんまいないんで。見てる人の、まあね、こんなそうなんですけど、こうやってか、ずっと見てる人が、多分ね、ハマってるんだと思うんで、エルドラクラウンクに。なんで、多分、実機でやって、帰ってきて、さらに見てるっていう、すごい生活してますね、それ。まあね、だから、多分、仕事でやりたいんだけど、もう夜寝れないから、そういう感じで見てる。あとフリーターとかだったらね、あれらしいけど、そんなんていうの。ずっと見てられるじゃないですか。ずっと見てられるから、時間に余裕があるから。例えば、引退した人とかね。これね、ちょっと、選択肢として放置するっていう選択肢がないですね。意味あるんですっていうのを思わなくないんで、ただこれはまあ意味あるけど、クリップしてるんだけどな。そして実は今気がついたけど、ハンターリンク全く機能してません。随一これ、ね、困るんだよね。プリースト欲しいのですよ、ね、ここ爆弾でね、爆弾が爆発されちゃ困るんですよ。そうすればいいか。ただ、
分からスコードでレイオンソードをつけてる意味がないっていうか、何のためにつけてるのって話なんですよね。活躍っぽいな、これなんか。ここしっかり。ああ、どうしようこれ。ってか、なんかレベル足りてなくない？これ。ちょっと待って、なんでレベル足りてないの？処理じゃなくて爆弾で処理っていう。眠らすね。レベル上がってない。レベル足りてない。いいや。いや。
最低これ。
白いよね。辛い。なんかさ、ちょっと待って、ダンジョン広くないかこれ。いつもよりダンジョン広い。てかもしかして、あ、どうしようこれ。水は借りに来た。大丈夫かな俺。もう営業終了してるんだけど、これ多分そういう意味だと思う。これテレポ役に立ったでしょ。これ立つんですよね、テレポって。何使えばいいの、最終回に3枚もいらないよ。言われると困るな。確かに使い道はちょっと決めてないです。眠らせようにこの位置に。単純にこっちの問題、通信の問題でしょ、これ多分。で、ちょっと道具のある方に、あのカードのある方に行かないとダメですね。あ、もう追い出されたか、これ、さすがに。ちょっとなんかダメそうですね。メンテナンスで落ちたか。
まあ、ちょっとなら大丈夫なんですけどね、なんか10分20分ぐらい過ぎるとこういう風になっちゃいますね。あ、これも繋がらないパターンかも。そうするとメダルも150枚ぐらい持ってかれてたかな、多分。なんでって。まあ、PO 率とかどうなるのかな。そのこれ減ったメダルがね、まあ、返ってくるのはいいんだろうけど、いいんだけどね。うん。あ、どうなってんの、これ。あ、ダメそうだな。ダメだな、こりゃ。諦めよう。